that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion. All that good emotion.はい、こんにちは。サファリ YouTube MC のコウタです。今回も久々にロケに参りました。表参道ですね、こちら。今回どこに行くかというと、今人気の高いストーンアイランド。まだまだね、こんな日差しでね、暑いっちゃ暑いんですけど、秋冬物ってね、動き出すと一気にね、ソールドアウトしちゃうんですよ。なので、そのソールドアウトする前にみんなでチェックしていこうかと思って、今回はこちら。ストーンアイランド、東京青山店。こちらの方にお伺いしましょう。では、行ってみましょう。結構なんかスタイリッシュな店内ですね。じゃあ店員の方に声かけていいですか。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。ストーンアイランド、まあ、名前はね結構もうみんな知ってる人もいて、ロゴも結構見たことある人はいると思うんですけど、はい、ブランドのことをちょっと多分見てる人たちは知らない人も多いかなと思うので、イタリアのブランドでして1982年に創業しているので42年ほどやっていて、やっぱり一番の特徴としては素材の開発だったりとか研究っていうところに基づいた機能的なウェアっていうものを展開していて、それプラス独自の染色技術、ガーメントダイといわれる染色技術で縫製をして洋服を作って、その状態では色は入ってない真っ白の状態のお洋服を染料につけて染色していくっていうのが非常に優れた技術を持っているブランドなんですよね。なので結構こうやってご覧いただけると、いろんなカラーのグラデーションといいますか、例えばブルーでも真っさらなブルーだったりとか、ちょっとこういう淡いブルーだったりとかっていう、そのカラーのニュアンスっていうのが出しやすいっていうような、もうガーメント内の特徴なので、カラーに対していいなと思っていただけるお客さんも非常に多くいらっしゃる。昔からヨーロッパではこうファンの多いブランドだとは思うんですよね。今後のイタリアとかではイケオジみたいなスポーツ選手だったりとか、はい、日本は結構僕最近よく見るのがヒップホップ系のなんか若い子たちもすごい着ているブランドなのかなとは思っていて、はいはい、幅広い層に結構人気なブランドさんですよね、はい、いろいろなファンの方いていただいてて、コミュニティっていうことを非常に大事にしているブランドで、イタリアで人気が出た時もコミュニティから始まって、サッカーのイメージ強い、先ほどおっしゃいましたけど、うん、サッカーのファンのコミュニティの間でも着用されて、はい、それをサッカーが好きなミュージシャンの方とかがライブで着用して音楽ファンにも移っていってみたいな、ところどころのサブカルチャーコミュニティっていうところでユニフォームみたいな感じで愛用されてきたっていう歴史があるっていうのもちょっとユニークなブランドのポイントが、サブカルなんですね。サブカル、そうですね、結構ね、はい、音楽だったりとかスポーツだったりとか、はい、アートだったりとかっていうところが非常に密接に結びついている。あ、そうなんだ。まずは定番だったらこれだよっていうのをちょっと教えていただこうかなと思うんですけど、はい、もともとはやっぱダウンとかアウターのイメージが強いんですけど、でもまだちょっと早いから薄手のブルゾンとか、はい、スウェットだったりとか、はい、そういうものを見たいなとは思ってるし、なんかアウターはアウターでもちろん、はい、ド定番ではあると思うんですけど、はい、そういったものをいろいろと紹介してもらえたらなと。薄手のアウターだったらこちらにかかっているオーバーシャツというふうに呼んでるんですけど、ジップアップタイプのシャツで、素材がナイロンメタルというストーンアイランドの定番の素材で、鈍いタムシ色みたいな形の光沢感を放っているというのが特徴なんですけど、エコニールというリサイクルナイロン糸から作られて地球にも配慮した形の素材を使った、そういったものもやってるんですね、はい、やっぱりちゃんと、はい、もともとシワっぽくじゃあなってるっていうことですね。そのガーメントダイのプロセスにおいて、はい、ナチュラルなちょっとシワ感みたいなのが入っていくっていうのも特徴です。シャリシャリしてるけど、はい、よくあるナイロンジャケットのなんかペラペラ感がない。そうですね。なのでアウター未満で、はい、シャツよりも厚手っていうところで非常にこう使い勝手のいいアイテムかなっていう形で、秋口とかには確かに確かに、うまいですね。ちょっとありがとうございます。羽織るいいですか。あ、ここでね、はい、パッチンがついてるから、はい、ちょっとまくるだけでねかっこよくなるんですよ。自分じゃなかなか選ばないこのブルー、ついついねやっぱねブラックを選びがちだから。1個こういうの持っててもいいかも。あとはブランドの定番でいうとカーゴパンツタイプですね、定番の素材と定番の形、年中展開しているパンツなんですけど、はい、こういうリブの要素だったりとか、うん、ミリタリーのカーゴパンツ的なものとスポーティーな要素と掛け合わさった非常に機能的なパンツになっていますね、はい、僕もイメージ的にちょっとミリタリーっぽいなっていうイメージがやっぱありますこのブランドに関しては、はいはい、ミリタリーの衣装から結構ディテールを取り入れたりっていうことは各アイテムで見られますね。よくあるカーゴのアメリカンな感じじゃないですね、やっぱ、はいはい、そうですね、イタリアンなんですね、やっぱちょっとシュッとしている、ね、シュッとしてる、はい、そうですね。カーゴパンツも太さバリエーションを多く展開してまして、ルーズフィットのものも、ルーズフィットもあるんですね、はい、ございます。定番としてはこのスタンダードな
シルエットのものが毎シーズン展開しているのではあります。これどこ？スウェットなんですけど、いわゆる厚手のスウェットというよりかは、まあ、ロンティーとスウェットの間ぐらいのちょうどいい厚さっていうのが、これも今触って、なんかパッと見スウェットの癖して違うと思って、はい、そうですね、定番で展開している形、かつ黒っていう色も非常にご好評いただいております。真っ黒じゃないんですね、やっぱり。そうですね、染めがやっぱり、おっしゃる通りです、ね、独自の方法を持ってらっしゃるというところで、はい、あとこれはちょっとオーバーサイズなんだ。そうですね、先ほどのスウェットよりも少しオーバーサイズ気味のシルエットにはなっておりますね。その鮮やかなブルーも今季の新色のカラーパレットで、これは刺繍なんですね。刺繍も今季のディテールで、スウェット以外にもブルゾンであったりとかパンツとかにも登場している刺繍モチーフというのも好評いただいてます。こういうオーバーサイズが好きな人いますから、このからしみたいな色、この辺も気になりますけど、このパンツとかすごいよ。暗くなりがちだから重くならなくて、こういうの秋冬に入ってたら可愛いじゃんね。こちらがいわゆるポケットのジップと、こちらのジップが、はい、違うの？かなり上までシルエットも調整して遊んでいただける。シルエットを変えるやつなんだこれは、はい、可愛いじゃんね。俺さっきこれ着るときに気になったんですけど、ブルゾンブルゾンでいいですこれは、はい、素材はデイビッドというこちらもストーンアイランドの定番の素材を使っていて、こちらはナイロンではなくてポリエステル素材なんですね。ポリエステル素材をガーメントダイするのと結構高度なテクニックが必要なんですけど、ストーンアイランドは高温かつ高圧プレッシャーをかけて色を入れていくことで非常に綺麗なカラーリングと実現していて、その過程によってちょっとこう素材の組成が変化するので、若干こうパリッとした独特のテクスチャーになっているというのがデイビッドの特徴。俺こいつ着たい。いいじゃん。でダブルジップだし、はい、かわいいこれ。でも結構ちゃんとあったかい、はい、ね、で中も見てもらうとフリースみたいになってて、このタグが染まっているじゃないですか、はい、これってやっぱガーメントダイをしたっていうすぐに分かるんで、作ってから染めてるのでタグもそういった形で、そうかっこいいぞこれ。今期でいうとコットンカーディガンタイプみたいなのも新作で出ているんですけど、はい、まあ、秋口とかにそれこそ T シャツの上とかにさらっと、これいいじゃないですか。リブちょっと大きめの襟で肌触りいいんだけど、それこそ先ほどおっしゃったようなそのイケオジといいますか、はい、まあ、イタリア人とかが現地でさらっと本当に着ているっていうのも、うん、着心地いいよこれ。すごい軍物とかになっちゃうと少しザラザラした、ね、はい、生地感だけど、これはやっぱりしっとりしてるから、はい、着心地がいい。これ大人っぽいわ。あとバッジもほぼ全ての商品についてるんですけど、はい、取り外しができるような仕様になっているので、例えばビジネスシーンでシャツに合わせたい、はい、ちょっとロゴは相手によっては主張しすぎるなみたいな時だと外すこともできます。あ、いいねいいね。ちょっとなんかいろんな色もある。あっちの方もね、紫とかあるけど、はい、ご覧ください。すごい、さっきは目についてたんですよこの紫が。パープル新色ですか？そうです。どうやって合わせるか次第ですね。差し色とかに使っていただくと、うん、非常に綺麗かなと思います、うんうん、染めの話をちゃんと聞いたから、どれもが単純な染められてる色じゃないというふうにちゃんと見えるわ、このカーキとかもありがちなカーキじゃないなって、はい、これもさっきと一緒ですか？ちょっと先ほどのものよりも形が、はい、ね、太くて、ポケットのディテールなんかもよりちょっと武骨な印象の、うん、でもかっこいいよ。なんかこういうキルティングもよく見ますね。そうですね、キルティングは毎シーズン何かしらアイテムで出していまして、はい、今シーズンだとそういったちょっと、まあ、定番的なキルティングと、上の方にちょっとランダムパターンに配した面白い形のキルティングもあるので、後ほどご紹介させていただきます。上にある、はい、じゃあ上行きましょう、はい、2階に参りました。これすごいじゃん。通常キルティングってこう縦か横かみたいな形だと思うんですけど、うんうん、こちらは縦も横も斜めも全部入っていて、パーテックスという超軽量のナイロンを使っていますので、うんうんうん、もうセットアップなんだ。セットアップでもお着用いただけます。やばいよこれ着ていいですか？はい、どうぞ。すごいスウェット中1枚ぐらいだな、ちょっとサイズ感的には。フードのデザインが非常に横から見たらかっこいい。あ、かっこいいじゃんこういうのね、めちゃめちゃかっこいいです。これ結構あったかいんじゃないですか？実はプリマロフトという中綿が薄く入っているので、はい、こだわりがすごいな。他におすすめは？
僕何気にこのダウンベスト気になってんだけどな。トネルナイロンという素材を使った非常に軽量です。普通ダウンって縫い目があるんですけど、折りで空洞を作ってそこにダウンを入れてるので非常に軽量かつダウンがこう抜けづらい仕様になっています。え、俺これ着てみる。ぜひぜひ。お、軽いし、すげえ軽いです、ね、かっこよくないこれ。それもガーメント台で、うん、カラーリングされている商品なんですけど、そのテープ使いのところとナイロンのところが、はい、同時にガーメント台することで染まり方が違って出てくるので、ちょっとこう立体感のある表情になっているというところも特徴かなと、うん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 、これ着れたらいいよね。 ねこの結構気に入りなダウンをなかなか脱がないで僕はちょっと見たいんですが、これかわいい。フリースかわいいですよね。今結構フリースがたくさんリリースされてまして、はい、こちらはプルオーバータイプなんですけど、まあ、ナイロンとフリースの異素材ミックスで他にないアイテムかと思いますし、アランチオというイタリア語でカラーの名前なんですけど、はい、鮮やかなオレンジで非常にこう秋冬に良さそう、はい、プルオーバーなんですね。プルオーバーも結構アウターでもプルオーバーを、はい、ポンチョタイプのものだったりとかっていうのはストアに昔から多く作っていて、そうなんだ、はい、これかわいい。ちょっと僕サーフィンするんでね、この生地感が好きなんですよ。ちょっとこのタオルっぽいのが、ちょっと日焼けした人はこういう色着ても全然あるんですよね、はいはい、ぱっと見晴れだけど全然いい、うん、これ大人っぽいよ。カプセルコレクションあるって聞いたの。そうですね、カプセルコレクションも毎シーズン、はい、展開していて、はい、ゴーストマリーナステリーナと3つあるんですけども、はい、この青山店はフラッグシップストアなので、はい、全てのカプセルコレクションも展開、はい、これ見れるんです、はい、発売が今まだしていないんですけど、はい、一番早いマリーナで8月の20日から、うん、ゴーストが9月の中旬からステリーナが10月の中旬からっていう。じゃあもうこれが多分出る頃には大体出てるっていうことですね。そうですね、全て見られるのはここだけ、ね、ここだけ、はい、ぜひ来た方がいいです。またちょっとメインコレクションとは違ったそれぞれ特徴があって、はい、よりこうアーカイブからインスピレーションをされて受けているものだったりとか、うん、すごくミニマルで、はい、こう機能性に特化したステリーナだったりとか、うん、あとバッジがボディと同色で、うん、すごく大人っぽい雰囲気のゴーストコレクションだったりとか、見てる方もぜひ見に来てみてください。すぐ売り切れちゃうからね、多分こういうのは。じゃあ、今回僕今何個かこう気になったの見えたので、じゃあこの気になった商品を使ってコーデを組んでみましょう。はい、じゃあ僕が気に入ったアイテムでまずはコーデを組んでみたいと思います。まずはこの定番のクルーネックニットですね。まずこのブルー系のニットなんですが、これね、秋の間にインに着ちゃうともったいないかなと思うので、とりあえずはこちらトップスはこれ1枚でシンプルに着てみたいと思います。でボトムズにはやっぱりストーンアイランドらしく定番のカーゴパンツを履いてみたいと思います。スポーティーなね組み合わせになりがちかなと思うので、もし上下ともコンパスロゴが気になる方はパンツとかのロゴは外しちゃってもいいかなと思います。じゃあ次はこちらです。新作コレクションのコットンニットのカーディガン、こちらいかがかなと思ってます。結構ね肌触りが良かったニットです。これもね基本はシンプルなのでまとめてみようかなと思います。カーディガンがネイビーなので、そのインナーは同系色でやや明るいブルーグレーの T シャツを、パンツにはですねリップストップのグレーのコットンパンツ、こちらをちょっと品のいい感じで大人のカジュアルな感じでまとめてみました。はい、次の新作なんですが、ストーンアイランドといえばこのコンパスロゴ付きのブルゾンでコーデしてみたいと思います。これはねミリタリー風のデザインのチャコールのブルゾンになりますね。結構武骨な雰囲気ですよね。なのでやっぱり土臭いコーデがかっこいいのかなというところで、今回ボトムズにはベージュ系のリブパンツを合わせてみます。でインナーは色を合わせてベージュ系ニット、これで武骨な中にも大人らしい上品さが出ると思います。はい、本日は今大人気のストーンアイランドのショップ、いろいろね新作アイテムを見せてもらいましたが、いややっぱりねめちゃめちゃいいですね。なんかやっぱショップでねこうやっていろんなお話をちゃんと聞くと中身がね見えてくるので、おなじみのコンパスロゴアイテムもちろんいいんですけど、僕もあんまり知らなかったんですけどカプセルコレクションとかいろいろあると思うので、ここは見れなかった分また次回ぜひしっかりとチェックしてみたいと思います。今日はまだねこんな感じで、まあ、セミ鳴いてるぐらいまだちょっと暑いんで、ダウンジャケットなどの重衣量もねお見せしたかったんですが、今回はここまでということで、涼しくなってきたところでご紹介したいと思います。それではまた次の動画で会いましょう。雑誌サファリは毎月25日発売です。お得な定期購読もございますのでチェックしてみてください。オンラインでも西海岸カジュアル好きな大人に向けた情報を毎日発信しています。興味ある方はぜひそちらもご覧いただければと思います。